さっきね、ずっと通ってきたのはこの辺なんですね、かなとは思うんですけども、でもまだね、ここから先が行けない道です。全面通行です。3年ということでね、だいぶ変わってきたかなとは思うんですけども、でもまだね、作業復旧作業してるとこもあったりとか、まあ、この先にずっと行ったところにね、橋があるんですけど、まあ、それもね今、工事中で、まあ、進入禁止に なってるんですよね、まあ、この辺とかほんまに砂まみれで大変でしたからね。僕も何度もねここ通りましたね、歩いて。もうマビ一周じゃないですけど、それに近い形ぐらい歩きましたね。で、まあこの通りはねまだ全然良かったんですけどね、この右とか左とかね、ちょっと奥入ったところがね、本当にもうすごかったですね。もうものすごい、水かさがね来たのかなっていう感じで、でこのね、あの今木がすごいある森のような場所の方にね、郵便局があったんですけど、それもね水害でね、使っちゃって、もう今はもうね更地になって郵便局ないんですけどね、まあ、そこもね昔よく行ってましたね、郵便局開け出したりとか。でこのセブンイレブンもいち早くね、オープンしたということで、まあこの近くにあるねリオとかもそうなんですけどね、この辺一帯がとんでもないことになってましたね。まあ、この辺がこの辺を中心にね、もう水かさがすごかったって言われる場所なんですよね。モデルの聖地というお店があったんですよね。もうそこもね使っちゃって、もうかなりの被害が出たということで、もう今はね矢掛町の方で経営されてるんですけど、もうとんでもなかったそうです。でこの丸中も新しく建て替えてということで、でまあこの先にコメリがあるんですけど、左手ですね、まあ、ここもねすごい使ってて大変だったんですけどね、もう今は営業されているということですね。ちょっとずっとまっすぐ行こうかなと思います。マビ記念病院ですね。ここもすごかったですね。陸上自衛隊の方が、救助されてましてね、で多くの、ね、避難される方がいうことです。でここからが、通れない道ということなんですね。この先がここから先が行けない道です。全面通行です。アリーという地区になります。はい、ちょっと行っていきます。ここもね一回通ったね、通ったねというか歩きましたね。もうこの先ねゴミがねすごかったですね。災害ゴミがずらーっと並んでましたね。今となってはそういう面影がないですけど、いや本当にすごかったですよ。今あの右手に、家が建ってますけど、この辺りにすごいゴミが、一時的にね保管されていたという感じになってますね。このままずっとまっすぐ行きます。当時の記憶がまだ鮮明にね覚えてますので、なんか3年かということなんですけど、で
今はねこの堤防を今補強中ということですね。こんな感じになってます。地形的に水が小田川がねせき止められて決壊しちゃったっていう感じだったんで、もうちょっとね下流に作ろうという感じになって今ね建設、工事中ですよね。左手が小田川です。普段はねもうそんなに大きい川というかね普通の川なんですけど、まあ、その水害の時はもう相当ねひどくてもう溢れるぐらいだったということなんですけど、今工事中です。はい、この辺ぐらいからもうその、工事の風景が見えるかなと思います。昨日ぐらいに、ね、なんかテレビ局の報道の方がね集まって撮影してたんですけどね、僕もその現場を通ってて、あ、なんか結構本格的にというかなってんだなっていうような感じで、夕方のニュースでねその様子を見たんですけど、もうあれから3年ですからね、報道陣に公開されてね、このこんな感じです。本当に山を削っていくような感じで、もともとねこの場所にお城があったんですけどね、結構ね重要ななんかお城跡が見つかったんですけど、やっぱりこのね水害対策を優先ということでね、それもね削っちゃうというか、まあ、なんか惜しい気持ちでもあるんですけど、やっぱり人命がね第一ということでね、はい。ずっとねここから、まあ、道進んでいくんですけど、まあ、道と同時にその左手にね川がずっと流れてって、高橋川に合流するというような感じですね。でここが山陽新幹線の線路が通る場所ですね。でね、ここはもともとね、この柳原貯水池っていう、大きなね、湖というか、貯水池があったんですよ。本当に湖みたいな池かな、あったんですけど、まあ、それをうまく活用して、ここにね、高橋川に貫通させるような感じで、で、まあ、この辺ぐらいからが、合流地点に。
ルカーとか並んでますけど、もともとこの辺が柳原貯水池ということになってます。ここのここをね本当にくり抜く感じなんですよね、今車が通る場所というか、この左手の場所。こんな感じですね。さっきねずっと通ってきたのはこの辺なんですね。でずっとね今いる現在地分かりやすく説明されてます。これがですね、あーでもこんだけ削ったんですよね。で新しいというのがもともとはこういう小田川がこうなってるのをちょっと下流の方に移動させて、この柳原貯水池まで持ってきて、倉敷大橋のね今いる場所に貫通させるっていうような内容ですね。結構ね分かりやすく説明されてますね。この倉敷大橋の入り口のところにあります。というわけで、今日はこんな感じでございました。ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。